ジョン・ベンは、イギリスの論理学者、哲学者、ベンズの考案者として知られ、その成果は、集合論、確率、論理学、統計学、計算機科学をはじめ、様々な分野で利用されている。ジョン・ベンのサインハール大学のベンビルディング・ゴンビルキーズ・カレッジのステンドグラス1834年8月4日、イギリスのヨークシャー州キングストン・アポン・ハルで、 ドライプール地区司教ヘンリー・ベント、マルタ・サイクス夫妻の間に生まれた。母は3歳の時に死去した。家計に従いソフ・ジョンと同じ成功会に所属し、1859年に司教となり、ハートフォードシャー州チェスハント、ついでサリー州モートレークに勤めた。幼少時は家庭教師から教育を受けていたが、1853年からケンブリッジ大学のゴンビル キーズカレッジに学び、1857年に数学の学位を取得した。1862年、フェロー研究員としてケンブリッジへ戻り、倫理科学の講師を務めるともに、論理学及び、確率論を研究、教授した。1868年、スザンナ・カーネギーエド・モンストーンと結婚し、一人息子ジョンアッチボルド・ベンを設けている。1883年、 自らの哲学と性功会主義は矛盾すると結論し、聖職を退任した。また、同年王立協会のフェロー研究員に選出され、ケンブリッジ大学からは SCD を授与されている。1923年に死去したが死因は明らかでない。生誕180周年となった2014年8月4日には、Google 検索画面のロゴとして、Doodle が使用された。 ありがとうございます。